はい、こんにちは。施工管理の5つの管理業務ということで、今回は2番目の工程管理について説明したいと思います。工程管理は工事が始まってから工事が終わるまでだけじゃなくて、工事が始まる前の申請段階から工事が終わってからお客さんに引き渡すまで、この間を工程表っていうものを元にして、管理していくんですね。で、工事の中には基礎工事だったり水道配管だったり電気配線だったり、いろんな作業が関わってくるんですけど、何十種類もぐらいも関わってくるんですけど、その作業をスムーズに A の作業、 B の作業、 C の作業がぶつかり合うことなくスムーズに作業できるように工程をこう調整していくことをしますね。例えば A の作業が入って、それあと B の作業入って、それが終わったら C の作業が入る。でもしかしたら B の作業中は D の作業ができるかもしれないっていうのをこう表にしながら、うまい具合に当てはめて、その完工ですね、完工日が決まってる際、ここまでに工事を終わらせてくださいっていう風に決まってる日までに、それらの作業が全部終わるように工程を組むっていうのをスケジューリングするような感じですね。で、その都度その A の業者さんにこの日に入ってください、 B の業者さんにこの日に入ってくださいっていう風に段取りをするっていうのが、まあ、工程管理の大事なところになってくるんですけど、工程だけ、作業だけを管理するだけじゃなくてですね、その作業、 A の作業と B の作業の間に検査に行ったりとかをしないといけないんです。施工管理っていうのはその都度現場がちゃんとうまくいってるかとか、その品質管理にもつながってくるんですけど、その検査をしないといけなくなってくるんですけど、あの検査ね、自分一人でできる検査もあれば、上司に付き添ってもらわないといけない検査もあるし、例えば消防みたいに外部から来てもらわないといけない検査とかもあるし、それらを全部スケジューリングして、アポイント取るですね、この日に検査が入りそうなんで予定しといてくださいっていうようなアポを取るようなこともしていかないといけないです。あとはその材料も関わってくるんですけど、材料の発注作業ですね、A の作業が終わったら材料を入れて B の作業を迎えるっていう風にするのか、それとも A の作業が終わるちょっと前に材料を入れるのか、 A の作業が終わって B の作業を始めて少し経ってから材料を入れるのかっていう、そういういろんな材料を入れるタイミングっていうのがあるんですけど、それを業者さんと話して、このタイミングで入れてくれる、このタイミングで入れます、このタイミングで入れますっていうのを調整していく。これはね、結構重要で、材料が入らないことを、入ってなかったりすると業者さんすごい怒るんですよ。それはもう本当に当たり前のことで、例えば明日ちょっと卵買いに行ってって言われて、あ、分かった、明日買いに行ってくるねって言って、いざその次の日に卵買いに行ったら、卵明日ですよってお店の人に言われたら、はぁみたいな、いや今日発売って聞いたんだけどってなるじゃないですか。いや、めっちゃ長時間かけてこのスーパーに来たの、卵売ってないんかいっていう出戻り作業っていうことになるんですけど、そういうのがないようにきちんとね、管理していくっていうのが大事になってきます。工程管理ってテトリスみたいなもんだなと思うんですけど、テトリスってこう決まったブロックが上から下に降りてきて、それに当てはまるようにもう一つのブロックは当てて解消していく、でその枠いっぱいにならないようにそれを工夫していくっていうような感じなんですけど、工程管理も、まあ、その A の作業、 B の作業、 C の作業が、 D の作業、いろんな作業があるんですけど、それをその工期のあれですね、お尻は決まってるので、その間にうまい具合こう当てはめて、きちんとそれの工期内で終わらせるように段取りしていくってことが結構ポイントになってきて、テトリスでこうブロックをこう積み重ねて枠いっぱいになっちゃうと、わーゲームオーバーってなるのと一緒で、工程管理もその A、B 作業、 A の作業が伸びたのにそのまんま C の作業、そのまんま D の作業、 B の作業っていう風にしてると、結局は工期内に終わらないのでゲームオーバーっていうような形になるんですね。だから結構割とこうパズルというか、ジグテトリス的な感覚な作業になってくると思います。テトリスが好きな人とかって結構現場に向いてるかもからですね向いてるかもしれない、私は苦手ですけど、ね、工程っ
ていうのは大概にして大前提としてずれるもんなんです。それはだってお客さんの要望がこう変わったりですね、設計が言ってることがちょっと変わってきたりとか、それこそ法律も関わってきますから、法律上ちょっと待ってって言われることもあるし、天気でも左右されるし、もう何十もの業者さんが入ってるわけですから、その業者さんそれぞれにもいろいろな理由とかさまざまな状況とかあるわけですから、工程って大概にしてずれるんですよ。どんなベテランがやっててもずれるもんなんですよ。ただそのずれた後が大事で、ずれた後にどう微調整していくか、どういう、あ、ここで A の作業が長引いてしまったから C の作業ちょっと短くできるみたいな、 B の作業ちょっとこの終わり際に入ってくれないっていうようなパズリング、こう組み合わせをうまい具合していくことで、その工期内に終わらすことが大事なんですね。あ、工程は絶対ずれるもんなん、大概してずれるもんなんですけど、それが当たり前だと思ってダメで、工程がずれた時にどう対処していくかっていうのが結構重要になってくる作業になってきます。施工管理って結構先を見越して仕事するのが大切だなって思って、例えばさっきの卵の話になるんですけど、1週間後に卵を発売ですからっていう風に伝えてたんですけど、あら1週間と2日後だったっていう風になった時に、今日気づいとけば、ごめんなさい1週間後じゃなくて1週間と2日後でした卵っていう風に説明したら、あー OKOKOK それだったらまだ調整聞くから大丈夫っていう風に、こう危険回避じゃないですけど、卵が買えないってことを回避できるんですけど、いざそれがもうその予定してた1週間の前日になってきたら、卵2日後でしたすいませんって言ったら、その業者さんとかにもスケジュールやらその他のね現場の予定とかもあるわけですから、いやいやいやみたいな、まさに言われても困るよ、どうにか明日に卵準備できるようにしろよっていう話なので、その前を見て先を見てどういう風に先を見て危険をこう回避していけるかっていうので、これってなんかどういう仕事にも影響するっていうか、どういう仕事でも大事だなと思うんですけど、先を見てこう作業を進めていくっていうのが大事なことなんじゃないかなと思いますってな感じで、まあだから現場が始まる前からお客様に引き渡しするまでこの間をの工程をスケジューリングしたりして、業者さんとか上司とか外部の人とかにそのアポイント取ったり、材料をここだここだここだって発注したりする、その全体の工程を管理すること、これが工程管理になります。で次回はですね、原価管理について、これは私が結構苦手なんですけど原価管理について説明したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご安全に。